メンデエリヒ・ヒメンデは、ドイツの政治家、法律家、自由民主党党首を経て、ドイツキリスト教民主同盟に所属。1963年から1966年まで、ルートビヒエア・ハルト内閣で全ドイツ問題お及び副首相を務めた。デュッセルドルフでのセディ連邦党大会にて、シレジア地方、クロース・シュトレーリッツに、中央党市議会議員の息子として生まれる。 1936年にアビトゥーア合格後、勤労義務を経て、ドイツ国防軍に入営、第二次世界大戦に従軍して少佐にまで昇進し、第102不評連隊長代行を務めた。終戦直前に、騎士鉄十字勲章を受章し、戦後も公の場で着用した。イギリス軍の捕虜となった後、ドイツ人追放の結果ルール地方に今日移し、 ケルン大学とボン大学で法学を学んだ。1948年に第一次司法試験に合格。1949年に法学博士号を取得、ボン大学に講師として勤務する。1946年に FDP に入党したが、本来はセティを支持していた。同年2月に FDP のノルトベストファー練習事務局長に就任。 1947年7月、党青年団組織の代表として、執行部入りし、イギリス軍占領地区の FDP 代表に選出された。1948年、オプラーデン市市議会議員となる。1949年に、ドイツ連邦議会選挙に初当選。同年党連邦執行部入りし、党の院内総務となる。 1953年に当議員団副団長に就任。同年、ノルトベストファーレン州の当地区副代表に、地区代表の意向に背いて立候補して当選。1956年には、同州でのセリから、ドイツ社会民主党への連立相手組会に賛成した、いわゆる青年トルコ党グループの一員となり、FDP の分裂を招いた。1957年に、 連邦議会議員団長に就任。1960年に FDP 党首に就任した。1961年のドイツ連邦議会選挙後、FDP はセディのコンラート・アデナウアー首相続党に反対する声明を出した。結局 FDP は前言を翻してセディとの連立を続けたが、面では前言通りアデナウアー内閣への入閣を拒否して議員団長職に止まった。 アデナウアー退陣後の1963年10月に成立したルートビヒエアハルト内閣には副首相、全ドイツ問題相として入閣した。しかし連立合意が崩壊した1966年10月に辞任し、エアハルト内閣を退陣に追い込んだ。退陣辞任後は、海外投資企業のドイツ支社主配人や、投資会社の経済問題弁護士も務めた。 1968年1月、党首選への不出馬を宣言し、後継党首には、バルター・シェール前経済協力賞が選出された。スピードと FDP の連立からなるビリー・ブラント内閣で、シェール外相が進める、東方外交に反対して1970年10月に FDP を離党し、セディに入党した。1980年に政界を引退。 メンデは1949年の第1回ドイツ連邦議会選挙以来25年以上連続して議席を維持した10人のうちの1人である。岸鉄十字章のほか、ドイツ十字、賞金章、ドイツ連邦共和国功労勲章大十字章などを受賞した。ボンで死去した。2度結婚し、三男一ズを設けた。長男バルターはドイツ社会民主党の政治家になり、 1994年から4年間、レーバー空前市長を務めた。ありがとうございます。